イキャブはアレクサンドル・クロスが開発するクラシック MacOS および MacOS 向けのウェブブラウザである。ナグウェアとなっており登録を行っていない場合はプロ版への更新を定期的に要求される。もともとは同志があたり ST 向けに開発したクリスタルあたりブラウザーというウェブブラウザをマッキントッシュに移植したものであり独自のレンダリングエンジンを搭載していた。当初は CSS や DOM などのウェブ標準技術に対応していなかったが、Ecab 3.0にて CSS に及びユニコードをサポートした。Ecab 4.0以降は、レンダリングエンジンが WebKit に置き換えられ、サファリと同等のレンダリング能力を得た。そのため現在のイ c a b は、クリスタルあたりブラウザーと全くの別物である。2009年6月7日、Ecab 4.6はシット3500。 100で通過した初めてのウェブブラウザとなった。なお、サファリ4は、その翌日に、リリースされたにもかかわらず、アシッド三を、初めて100、100で通過した正式版のウェブブラウザとされている。開発はすでに終了したが、ダウンロードや登録を行うことは可能である。最終版のイキャブ2.9、9では、MacOS 7.5から9.2、二 6 8キロ版のマッキントッシュに対応する。開発はすでに終了したが、ダウンロードや登録を行うことは可能である。MacOS 10に対応した初めてのイキャブである。ユニバーサルバイナリー化されることにより、インテル Mac にも対応した。レンダリングエンジンでは、CSS に及びユニコードをサポートした。最終版のキャブ三3 0 5では、 Mac OS 8.5から9.2に Mac OS 1 0 1 5から 10.5X 10. に対応する。2012年7月現在、ECAB4 の開発は継続されている。ソースコードが c o ア API を用いて書き直されたほか、レンダリングエンジンが WebKit に置き換えられた。2012年6月現在、最新版の ECAB4.9 では、 Mac OS X 10 10.39から 10.4X に対応する。2018年9月現在の最新版となる、OS 10 Mountain Lion 以降のゲートキーパーに対応する署名が追加されている。2020年3月にリリースされた最新版の5.92では、Mac OS 10 Lion 10.7 Mac OS、カタリーナ10.15に対応する。 2021年現在の最新版である。2020年9月リリース。MacOS ハイシエラ10.13以降のみで動作する新しいエンジンを使って高機能、高速化を果たしている。Apple M1 対応。eCab モバイルはアレクサンドル・クロスが開発する iOS 向けのウェブブラウザである。ユニバーサルアプリとなっており iPhone、iPod Touch。 iPad に対応する。モバイルサファリでは行えないような幅広いカスタマイズや様々な Web アプリや iOS アプリとの連携が特徴的である。かつては独自のヘッダーを加えた JavaScript ベースのユーザーによるエクステンションを Web ページ上からインストールすることができた。ベクターソフトニュース、eCab Preview 版 ABC、i c a b History、eCab で、2021年3月28日閲覧、ありがとうございます。